おはようございます。今日はキッチンからお届けします。速稼塾の久保です。これ見てください。子供がまだ食ってるでしょうが、醤油ラーメンということで、北の国からの名シーンで、まあお父さんがね、五郎さんが息子の純をね、こうなだめるラーメン屋のラストシーンがありますよね。そこでね、ラーメン屋のスタッフさんがもう閉店するんでってことで、会計するわけですよ。さ、まだ子供たち食べてるんですよね。で、食べてる丼をパッと引くんですよ。そしたら五郎さんが、子供がまだ食ってるでしょうがみたいな感じでね、丼を落とすみたいなシーンがありますけども、非常に印象深いところでございます。去年北海道に行った時これを買ってきたんですけども、まだ食べてないんで賞味期限はとっくに切れてます。ですんでね、慌てて食べてるところなんですけども、ラーメンこれ非常にちっちゃいです。この中に入ってるこれがラーメンなんですけども、通常このぐらいあるでしょ。札幌一番味噌ラーメンとか、これちっちゃいですよね。で、スープも入ってます。これが開けたとこです。2個買ったんで、そのうちの1個をやっと食べるんですけども、お湯が沸いてますよ、ほらね。じゃあこれに、そろそろこれを投入していくわけですよ。袋を破ってね、麺が少ないんで貴重ですね。で、このスープ入れるわけですけども、今入れたらね、ちょっともったいないんで、まずは今あるのをこう混ぜていくと。ちなみにこれ野菜ね、玉ねぎをトロトロになるまで煮込んだのと、あとはもうボイルした人参をこうやって棒状にしてやってますね。で、弱火でこうやって、お、麺がね、ちょっと短いですね。短いのがたくさん集まってる感じです。まだベビースターラーメンみたいにパリパリですけども、私はね、普通麺というか、柔らかすぎもなく、かといってね、バリカタでもないような中間ぐらいが好きなんで、ちょっと混ぜていこうかな。まあそこそこほぐれてきたところで、まあスープを入れていくわけですけども、これがね、富川無化調醤油、なんて読むんですかこれは。はい、でこれをダーッとね、醤油を入れていくよーと。醤油ラーメンですからね。あの時五郎さんや純くんが食べてたのは醤油ラーメンなんでしょうかね。うん、なかなかね、その硬いところが硬いまんまで柔らかくなんないですね。こういう硬いものなんですかね、これは。うん、まあ何しても、黒板五郎さん役の田中邦衛さんってまだ87歳でご存命らしいんですけども、詳細ご存知ですかね。続演がまだあるそうですよ、遺言の後が。倉本壮さんはまだ作ってるそうです。はい、じゃあ卵をね、贅沢に入れて仕上げにしたいと思います。あとはね、ちょっとこうやって余熱をかけて蒸らしていくと。あんまり強くするとまた吹きこぼれちゃうんで、このままにしておきます。で、この丼がね、来ましたんで、そろそろいいんではなかろうかなというところですね。うん、普通麺ですからね。普通麺、ブサ麺、イケメンってのもありますけども、最近はそんなこと言う人も減りました。死後になったんでしょうか。ではちょっと角度を変えて、この丼にね、注いでいきますよ。はい、こんな感じでございます。で、やっぱこう塩コショウね。はい、できました。簡単でしょ。なんとも言えない香りがします。いつもはね、札幌一番味噌ラーメンなんですけども、その味噌ラーメンとはやっぱ違ったね、風味がしますね。うん、じゃあ食べてみましょうか。いただきます。まあ、若干固めなのは固めなんですよ。うん、これね、確かね、ちょっと高かった気がします。300円ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど、
これはちょっとね、賞味期限が切れたからなのか、私の調理の技術が悪いのか、これ記念品として買った方がいいですね。これ記念品と買って食べることを目的としない方がいいのかなっていうのが私の感触です。北の国からは大好きなんで、私はひいきめに評価したいんですけども、その思いがあってもね、これは食べるよりも記念品にした方がいいというね、私の率直な感想です。個人の感想でございます。皆さんがどう思うかは食べてみてからの、まあ、ご裁可ということで。いってらっしゃい。